カップ戦含めて開幕戦以来の黒星ということになりましたが、まあ、前半からかなりこうハイプレス印象に残るシーンもあったと思いますが90分振り返っていかがでしたか。そうですね、まあ、本当にファンサポーターに、ね、笑顔で、帰ってもらいたかったんですけどそれができずに申し訳ないなと思います。選手たちは、まあ、2点取られて、そこから1点返して、まあ、順位になっても、ね、最後まで、勝利を諦めなかったのでその姿勢は非常に評価できますし、まあ、前半はプラン通り行ってたので、まあ、そこから、まあ、やはりあと1点2点、ね、複数得点取れるようにしていきたいなと思います。そのプラン通りというところを、まあ、言える範囲で構いませんので改めて教えていただけますか。まあ、やはり非常に、特徴のあるチームなので、そこの部分をうまく消せたかなと思います。まあ、かなり前半からハイプレス、試合前のインタビューではまあ前半かなり厳しい展開をここまで多く持っているという話でしたけれども、今日そのあたりはいかがでしたか。感触としては良かったと思います。まあ、ただ事実としてね1失点しているので、まあ、そこは改善しながらいきたいですけど、まあ、先にまあ、やはり点を取るそこのところだったのかなと思います。次節1週間空きますけれども、まあ、この1週間どんな練習に特にこう重点を置いて取り組まれますか。変わらないですね。まあ、もちろん勝敗というところはあるんですけれども、まあ、我々はやはり、そこにもちろん感情の部分は、ね、揺さぶられるところはありますけど一喜一憂せずに、我々がやるべきことをしっかりやっていく、それだけですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。